茶運び人形とその内部構造。国立科学博物館所蔵。からくりとは、日本における古い時代の機械的仕組みのこと。本校で詳述する。江戸時代の見せ物、覗きからくりの略称。仕組み、システム全般の意味、俗称として使われている。日本における古い時代の機械的仕組みのこと。漢字ではからくり、闘争、気候、期間、機、会。 席など様々に表記される。からくりが文化的に開花したのは江戸時代で、その独自性によって国際的にも注目されている。欧米のオートマタ研究においても、日本語のまま、からくりとローマ字表記されるようになった。語源については、糸を引っ張って動かすという意味の、からくるという動詞の連用形の名詞化と言われ、16世紀後半頃から用例が確認されている。 日本のカラクリについての記録は、日本初期の災明天皇4年に見られる指南者が最古のもので、この指南者についてはこれより古く、三国志にも記述がある。これは、台車の上に立つ人形が車輪の作動を利用し、車がどの方向に進んでも常に南の方向を指し示すというものである。平安末期の混着物語集末期第24には、 韓武天皇の御子家や神皇が、からくり人形を作ったという説話が記載されている。また巻十四代後には、日田子が、えしくだな川なりを驚かせるため、四方に、扉がある道を作り、いずれの扉の前に立っても目の前の扉と字違う、場所の扉が開く仕掛けを作った説話も記載されている。説明書図へより、武田お見き礼儀上の図。オランダが、足もかまぬめで見れば、 天地も動く竹田からくりの強化を添え、オランダ人たちが竹田からくりを見物する様子を描く。舞台にあるのは、イサオ鼓ミ鳥と、船、弁慶のからくりである。日本のからくりが文化的に開花したのは、戦国時代に入ってきた西洋技術、特に機械時計によるところが大きい。17世紀頃から機械時計に使われていた歯車や、カムなどの技術を、 人形を動かす装置として応用したからくり人形が作られ始めた。当初は、公家や大名、豪商などの高級玩具であったが、祭礼や縁日などの見せ物として、一般の目に触れると人気を呼ぶようになり、日本各地に普及し、専門の職人も現れ非常に精巧なものが作られるようになった。現那六年、1620年には、名古屋東照宮祭の出しに初めて、 牛若弁慶のからくり人形が乗せられ、中京圏を中心として、くり人形を乗せた祭礼の出汁が後半に普及することになる。ちなみに、くり人形の大衆化に関しては、漢文2年に大阪の道頓堀でからくり芝居を興行し、大当たりを取った初代武田大見の功績が大きい。この武田大見によるからくりの興行は、武田からくりと称され、 その後約100年にわたって代々からくり工業を続け、からくりの一大ブランドとなった。気候随、細川半蔵町、大英博物館所蔵。画像は、主観の和時計の気候について解説した箇所。また18世紀初めの教皇年間には、彦根半藩市の平石旧平寺事故によって、新西陸船車という三輪自転車に相当する乗り物が発明された。 完成9年には、細川半蔵の著書、気候随が出版されている。19世紀には、筑波のカラクリンイガこと、飯塚イガナナが人力飛行機や道を歩いて酒を買いに行く、カラクリ人形を作ったとされる。幕末には、加賀の平賀県内と称された、王の弁吉が空気銃や蒸気船の模型、写真機を作った。石川県には、元は、 茶運び人形として作る設計を流用したと見られる、弁器作という三番層の人形が確認されている。現在では、峰崎十五が、田中久氏への、弓江道寺や王の弁吉の、エレキテル及び、無人島などの修理と復元、九代目、玉谷昌兵衛が、弓江道寺や、京都祇園祭りの山である、灯籠山の復元、東の進むが、 文字書き人形を後藤大秀が大垣祭りの愛生山や,や大津祭りの流門滝山を復元する等数名が各地で活躍している茶運び人形大英博物館像座敷からくりの代表作 お茶を入れた茶碗を人形が持った茶宅に乗せるとお客のいるところまでお茶を運び、客が茶碗を取ると停止する。お茶を運ぶ距離はあらかじめセットする。客が茶を飲み、空になった茶碗を茶宅に戻すとかかとを返して茶碗を元の場所まで運ぶ。全イと歯車、噛む、棒テンプでその動きを制御する。現在よく知られる茶運び人形は細川半蔵町の 気候髄から復元されたものである。ただし、現在各地に残る茶運び人形は、気候上、気候髄で解説されるものとは異なるところがあり、気候髄に沿って制作された江戸時代のものは確認されていない。昭和57年には、日本模型からプラスチック製の茶運び人形が発売された。 平成14年11月には学研の大人の科学シリーズボリューム8で発売され、平成19年6月29日に発売された大人の科学ボリューム16ではミニチャ運び人形が付録についた。弓営動次元損するオリジナルは2体で、いずれも田中久志への制作。人形が矢立てから矢を取り、弓にセットして敵に当てる座敷からくり、人形の動作は、 ゼンマイと噛む、レバー、糸によって制御され、自動的に4本の矢を射ることができる。田中久重によって、そのうち1本は的を外すように細工してあるとの説明が一般に広まっているが、これは誤り。実際には人形を修復した際に付属している矢をすべて新しく作り直しており、新しく作った矢のうち1本がたまたまうまく飛ばないというのが事実。ちなみに、 人形が座っている台座部分に取り付けられている小さなラコとラ子が回すハンドルの機構も修復前のオリジナルには存在しなかった。この部分は修復の依頼者の意向により新たに取り付けられたもの。弓江道寺は文字書き人形と並んで江戸からくりの最高傑作の一つと言われている。東の進が平成2年に徳川家から一体を発見し、平成3年に 伏見の前川家からもう一体を発見し、峰崎十五によって修復、復元された。現在、徳川家急造の弓江同時はトヨタ産業技術記念館に、前川家急造の弓江同時は、久留米市教育委員会に所蔵されている。同じ動きをする、組み立て模型キットが学研より発売されている。平成25年機械遺産61号に認定された。 弓江同時発見されているオリジナルは2体、1体はアメリカで発見された。平成3年、アメリカの研究家から日本の研究家にアメリカのコレクターが所有しているとの情報がもたらされたが、そのコレクターは江戸時代の文字書き人形に関する知識は持っていなかった。そこで日本の研究家からアメリカの研究家に江戸時代のからくり人形に関する資料が蓄字。 提供され、そのコレクターの理解と信頼を長年かけて獲得。平成14年、人形売却の同意が取り付けられた。広く買い手が募られた結果、平成16年に大阪市根矢川市の東の進むが購入した。この人形の制作に関する具体的な資料は見つかっていないが、台座を覆う、ついたての模様が田中久し作の弓江同時の台座のついたてと、 一致しており、90作と推定されている。日本に持ち帰られた人形は、新しい所有者によって動かなかった機構が修理、されると同時に、人形の顔や手が完全に塗り直され、衣装が新調され、さらに、台座の機構にはそれまでなかった装置が組み込まれ、翌年の愛、地球博で展示された。現在の所有者は、久留米市教育委員会。文字書き人形もう一体は、 右手と口に加えた筆で、松、竹の2文字を同時に書ける文字書き人形で、平成21年に、安城市内の古民家から発見された。現在は、安城市指定有形民族文化財に指定され、安城市歴史博物館に所蔵されている。また、九代目、玉屋昌衛により複製品が制作され、同博物館に所蔵されている。2式。 天馬宮のカラクリミクジ京都、西吉城東端の西岸天馬宮にある。人が近づくと、カグラが鳴り出して機械仕掛けの獅子舞が始まり、効果を投入して、ミクジの種類を選ぶと、カグラに合わせて獅子が舞いながら、ミクジを届ける仕掛けが人気。日本国語大辞典、カラクリの項より。他に、語源説として、杞有商覧、体限界の、カラミクルカラという説。 ことも飛ばし後の、かはりくりの店舗する説などが紹介されている。飛騨国は伊佐を、長を免じられる代償として、木工を京都に派遣する制度があり、制度廃絶後も飛騨工は、木工、大工の名称の通称となった。東海の出し祭り、気候随は三種の和時計と九種のからくり人形の構造、制作法について、随意で解説した主観、上官、 下巻の参巻の書物。からくり人形の作り方を紹介する前に、その根本となる機械的仕組みが時計であることを示し、機械技術の啓蒙書としてまとめられている。この書物から実際に、蛇運び人形が復元された。著者の細川半蔵は、土佐藩出身の歴学、天文学者で、幕府の改歴事業に携わる傍らこの、気候髄を表した。 半蔵というのは通称でなおよりなおという。他に写し天儀や工程儀などの装置も製作した。からくり48ページ以降。弓矢同時の再生6から12ページ。46から47ページ。アーカイブされたコピー。2013年11月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月2日閲覧。三納祭で。 麹町より出されていた出汁人形、太鼓田人形の頭部と手足等がまた神田祭りの出汁人形で神田連寂町より出されていた熊坂の頭部が伝存しており具体的な構造や操作については明らかではないが太鼓田人形は太鼓を打つからくりが施されていたと言われ熊坂は眼球が動くからくりが施されている広報寺よだナンバー750及び ナンバーワン205参照。千代田区の文化財にも、説明あり。蘇る江戸からくり峰崎十五日本経済新聞2004年3月5日、文化面、ゆみ江同時の再生35ページ、ゆみ江同時の再生6から8ページ、関約からくりずい26ページ、関約からくりずい27ページ、ウッドンロボットインザナイン1 9ーン c センチュリーハッ t 安城文字書き人形その特徴と、気候愛知工業大学客員教授、末松良一からくり人形、筆使い鮮やく愛知、安城、レプリカ披露朝日新聞2012年6月16日、ありがとうございます。